ょっと私も早く結婚しなきゃどうしよう、どうしよう。マリンカは変な男に捕まっちゃダメだよ、気をつけてね。一度過ぎた私も悪かった。あら、若手社長。うわ、ロールキャベツ男子あ、いや、中身が肉食ってことだ。そうそうそう、婚活パーティー、ロイヤルステータスパーティー、ここだ。のぞみが一番早いと言われ続けていた私だけど、思えば男を見る目がなくて失敗ばかり。うん、静雄に浮気されていた今、見る目のない自分を認めるしかない。でも28ってことは24歳半から付き合ってたってことですよね。それ女として、うん、いい時期だ。すごいいい時期に、うん、ダメをに費やした時間もったいない。ひどい。私も早く結婚しなきゃどうしよう、どうしよう。マリンカは変な男に捕まっちゃダメだよ、気をつけてね。一度過ぎた私も悪かった。でも静雄みたいに自分の浮気を隠して嘘つく男は最低。そうだ、ステータスはもちろん大事、でも私だけを一途に愛してくれることが一番の条件。うんうん、うん、モテなくていいから、たった一人運命の人から愛されたい。いいね、確かに。そのために今度こそしっかり男を見極めなきゃ。うん、そう意気込む私の脳裏に母親の顔が浮かぶ。お母さん、母親と交わしてしまった結婚相手を紹介するという約束あったもんな。期限はたったの1ヶ月しかない。あ、いや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 、そっか、そうか、そういうことなんですね。なるほど、田舎者とのお見合いは無理。それは私がこっちに出てきた時に決めてるんだから、今日は絶対にいい人見つけてやる。受付に並ぼうとした時、職場のウェディングサロンから電話が入った。女なら誰もが夢見る幸せな結婚、その思いが誰よりも強かった私は迷うことなくウェディングプランナーへの道を決めた。ウェディングプランナー、職業上他人の恋愛や結婚事情に詳しくなったのも理想が高い要因の一つかもしれない。あー、なるほど、ね、もしもし、あゆみ、どうしたの。先輩、助けてください。新郎の母親から無茶なリクエストがあって。電話の相手は後輩の柳瀬あゆみ。可愛い後輩だけど抜けてるところがちょっとかなりあるのがたまに傷だったりする。ちょっとじゃないんですね。披露宴の開始時間の変更なら会場に OK もらってるからまだ間に合うけど。え、そうなんですか、さすが先輩、仕事が早いこの後もう電話出れないから、あとは自分で何とかしてね。どうしたんですか、今日は珍しく残響もしないで。急いでるの、ごめん、じゃあね。あ、先輩。あゆみの言葉を全部聞き終わらないうちに電話を切る。面白い。それにしてもウェディングプランナーの私が婚活パーティーのお世話になるとは。いただ。ああ、走ってきたせいで靴ずれしてる。あらら、それは痛いね。痛い。7センチのヒールのパンプスで、しかも久しぶりに走ったから靴ずれ、あー痛いね、これは痛い。靴ずれくらい我慢我慢、なんだって私はいい男をゲットしなくちゃいけないんだから。よし、やるぞ。私はこれまで理想の彼氏をつかみ取るために努力を重ねてきた。うん、いずれ結婚するかもしれない相手、中途半端な男はお断りなんだから。そうだそうだ、結婚するんだからな。結婚って全然思い浮かばないな。どういう人を見つければいいんだろう。いい感じの人。受付を済ませると今日の参加者のプロフィールが書かれた資料と自分の連絡先が書かれたカードを渡された。おお、なるほど、気に入った男性にこのカードを渡すのね。うん、私がこの婚活パーティーを選んだ理由は、男性の参加資格が大卒以上。おお、なるほど。年収1000万円以上、身長175センチ以上限定だったからだ。175センチ以上とか関係あるのかな。年収はなんかこれからのね、ためにとか思いますけど、私の理想の条件はクリアしてる。うん、口コミ掲示板にはイケメン著名人の参加も多数って書いてあったし、わお、今度こそ理想の結婚相手を掴んでみせる。よし。ん？あの後ろ姿。あ、あれ、私より先に会場に入っていく男性に見覚えがあった。見覚えがあった、あるな。あれは取引先のマミヤさん。なんと、あら、若手社長。うわ、ロールキャベツ男子あ、いや、中身が肉食ってことだ。そうそうそう、
装飾っぽいんだけど。取引先の IT 企業の社長をしている社長宮春一さん。素敵な見た目を裏切らない敏腕な仕事ぶりとその性あ、何端正なルックスで、うちの会社にもファンクラブがあるとかないとか。へぇ、あのマミヤさんがまさか婚活、ドン。マミヤさんに気を取られていたその時、何、誰かとぶつかった衝撃で持っていた自己紹介カードが床に散らばった。あらやら、ごめんなさい。慌ててしゃがみ込みカードを集める。あれ、これ私のカードじゃない。かっこいい。カードを開けるとその持ち主である男性を見つけた。もう天才が外科医、お医者さんだ。志賀総太郎さん、職業は憧れのお医者さんだ。君のカードはこっち。あ、ごめんなさい。うわー、イケメン。このイケメンのお医者さんも婚活パーティーの参加者なの。レベル高っ。高いね。興奮気味に私に構うことなく興奮気味の私に構うことなく志賀さんは私のカードをじっと見ている。君のカード1枚もらったか。俺のカードは全部あげる。いらないよ。そんなにもらってどうする。あの会場はこっちですよ。俺はもう病院に戻るから。あー、帰っちゃうんですか。ああ、理想の女性に出会えたし。理想の女性？そう、君のことだ。後で連絡する。どういうこと。会場に入るって出てたってよ。不思議ちゃんすぎる。すごい。今のって脈ありってこと。本当に超かっこよかった。だってダメダメ、顔に釣られちゃう。そうだそうだ、また静雄みたいなろくでもない男かもしれないし、冷静になろう、冷静に。参加者の皆さんは会場にお入りください。やば、始まっちゃう。志賀さんのカードをバッグにしまうとパーティー会場へ急いだ。はい、よし。志賀さんいいな。志賀さん好きですか。結構好きかもしれない。あ、すごい。会場に入ると予想以上に華やかな雰囲気に驚く。さっきの志賀さんみたいにおしゃれでイケメンの男の人にいっぱいいる。綺麗な女の子もいっぱい。これは本気で戦わないと。トークタイムは1組3分です。気になった相手には連絡先が記載されているお気持ちのカードをお渡しください。お手持ちのカード、あ、お手持ちのカード。すいません。指定された席に向かおうとしたその時、あんた今日は運命の日よ。誰これ声を振り向くとどう見ても男としか見えないけれど、立ち振る舞いは、あ、お姉さんですか、はいはい、なるほど、はいはい、応えていた。お姉、婚活会場にお姉。そもそもこの人はどっち側で参加してるの。ラッキーよ、あんた今日はちょうど10人収穫があるみたい。何それ。しかもそのうちの一人は理想の結婚相手だって。焼いちゃう。どういうこと。は、何このね、怖い。確かに人相占いよ。占い、私占い師なの。あ、顔にそう出てるの。でも気をつけた方がいいわ。そのうち9人はパッと見イケメンで良さげな男だけど、実際は嘘つき男だから。理想ない男なんてそうそういやしないのよ。さっきから言ってる意味がちょっと頭悪いおバカちゃんね。もういいわ。ひどい。ほら始まるわよ。カリがカリこのね、面白い。私も今日こそはイケメンゲットするって。そうなんだ。ちょっと待ってください。そっち側で参加してるんだ。今日は10人の収穫、でもそのうち9人は嘘つき男。さっき2人会いましたね。2人会ったね。だからあと8人会うんだ。8人いる。それお告げ。本当に占い師かなりうさんくさいんですけど。それでは皆さん、トークタイムいよいよスタートです。もう？ティーン。私にとっては始まりの5分。そういうこと。カリだ。うわー、カリに出かけるぞ。カリだぞ。すごい、カリってすごい表現だな。ね、あ、イケメン。あ、来た、イケメン。私の好きなイケメンですね。なるほど、ふわふわパーマをかけた茶髪の男性、なんて読むんだろう。若手売れっ子クリエイター。かわいい系だ。かわいい系好き。黒のあずささん、
職業はクリエイター。わずささん、ジャニ系のイケメン、27歳年下か。はじめまして、河野のぞみです。何だったっけ、なんとかあずさです。あずさです。黒のあずさ、すいません、黒のあずさです。のぞみさん、ウェディングプランナーなんだ。はい、黒野さんのクリエイターってどんなお仕事なさってるんですか？ウェブ系のデザインの仕事が多いかな。基本的に自由な感じ。そうなんですね。年収1200万。私より若いのに売れっ子なんだ、ね。黒野さんは身を乗り出すと私の顔をじーっと見つめてくる。なんだ？なんですか？あなたのこと好きになっちゃったかもって言ったら信じる？え？そんな顔しないでよ。あ、ごめんなさい。でも冗談じゃないから。年下のくせに滲み出る小悪魔感。こっちも伊達に年重ねてないってところ証明しなきゃ。他の女性にも同じこと言ってるんじゃないですか？お？うわ、ひどいな。でもそういうところも気に入った。カードを交換してくれない？気に入ったって、なかなかやるな黒野さん。確かに女心わかってる。このちょっとした強引さ嫌じゃないかも。おっと、さっきお姉が言ってたことが本当ならこの人は10人の収穫のうちの1人。ディーン、うわー、メガネだよ。あ、メガネだ、メガネだ。メガネだ。なんか顔がハスハスしてるよ。でも巨漢って書いてるからちょっとぽっちゃり系かな。ね、のぞみさん、食べ物は何を求めるの？僕はバニラを使ったアップルパイに。マザコンだよこの人。バニラアイスのっけて食べるのが子供の頃からずっと好きなんです。こういう人って絶対付き合った女の人のことママって呼び始めるタイプですよ。絶対そう。そうだな。誰？コーノ。嘘、まさか片桐先輩？まさか、久しぶりだな。まさかこんなところで会うなんて。先輩とこんな婚活の場所で会うとかすごいな。ああ、社交的なんだ。片桐ケイマさんは私の大学の先輩。うわー、証券マンになってるなんてお金持ちコース。相変わらず綺麗で驚いたよ。片桐さんだってますますかっこよくなってるじゃないですか。サンキュー。ところでお前誰かと付き合ってなかったっけ？あ、静岡のこと噂で聞いたのかな。それが最近別れまして。そうだったのか。まあでもおかげで望みを口説くチャンスが巡ってきたのなら感謝しなきゃな。この展開ってつまり久々に再会してもう口説きモードですか？大学時代の先輩ということもあり冗談交じりに言葉を返す。まあね、こんなところで会えたのも何かの縁だと思わない？それに大学の時は俺に見向きもしなかったじゃん。片桐さんのファンが多すぎて入る隙がなかったですからね。俺はずっと河野のことを口説きたかったんだけどな。ちょっと苗字呼びいいですね。やばいね。いいよね、苗字呼び結構いいですね。片桐さん、昔より軽くなりました？バカ、誰にでもこんなこと言うわけないだろ。連絡先変わってないよな。後で連絡するよ。ちーん、ごめん、ちょっと驚かないで。あ、動かないで。お、そう言うと男性はじろじろと私の体を上から下まで舐めるように見回してくる。うん、服装といいちょっと個性的な人。でもこの顔どこかで見覚えがあるような。あ、思い出した、ファッションデザイナーの矢沢。矢沢なんだ。ジョー、ジョー、ジョーだ。ジョー、矢沢ジョー。矢沢ジョー、若くして自身のブランドジョー矢沢。そのままじゃないか。イケメンファッションデザイナーか、やばいね。パーティーの参加者に著名人もいるって書いてあったけど、あれ本当だったんだ。やばい、これは超オシャレ。さすがデザイナー。うん、次のコレクションは君のイメージでいこう。あ、はい。両手をカメラのレンズにしたポージングで、これだ、ウインクしながら覗き込んでくる。ウインク。君を見てピンときちゃった。一回俺のアトリエに来てもらっていい？それはどういう。ごめんごめん、よかったら君に俺の新作を着てほしくて。私モデルでも女優でもないですよ。
芸術に肩書きなんて関係ないでしょ。これカード私送ら芸術に肩書きなんて関係ない。デザイナーの人って変わってる。でもあの矢沢ジョーなら悪くないか。あ、そういう関係。あ、ゆいかわさん、河野のぞみです。あ、ちょっと爽やかな雰囲気の人だ。ゆいかわさん、いたる。あー、結局こういうの好きなんだよねみたいな。わかります。やっぱ爽やかに落ち着きますよね、うん、戻ってくるよ。同い年、親近感湧くかも。やばい、のぞみさんの趣味はゆるキャラグッズ集め。へえ、何のゆるキャラが好きなの。あ、それはノリで変えちゃったけど言っても惹かれないかな。タコネコマンって知ってます？出すな、ゆうき。タコネコマン、あのたこ焼きをかぶった猫のキャラの。知ってる。そうです、同世代の男の人で知ってる人がいるなんて嬉しい。可愛いよね、たこねこまん。のぞみさんとは気が合いそうだな。あ、笑った顔、あ、笑った顔結構好きかも。あ、笑顔がいいって言うよね。笑顔が好きって笑顔がいいですね。たこねこまん可愛いって言ってくれる男の人なんてかなり貴重な存在。やっと会えた。え、もしかしてタコネコマンが好きな女性が理想なんですか。いや、そうじゃなくて。冗談ですって。会ったことがあるのかな。そういうことなのかな。うん、かなり好感触。でもこんないい物件が物件って婚活パーティーに来るなんて何か裏があるのかも。そうだ、チーン。次の人は、え、どうも、小説家の鏡和美さん。小説家とかいるんだ、ミステリー作家、やべえ、ミステリー作家好きだわなんで、なんで、どう違うんですか。いや違う、なんか私、あの本さ、そのミステリー系とかが好きなの。あ、そういうことか。殺人事件起こるとか、刑事とか、そういうの。あ、実物はもっとかっこいい。はじめまして、なんだか自分は場違いな気がしてるんだけど。確かに婚活パーティーに人気作家さんが来るなんて誰も予想してないでしょうね。もしかして小説の取材かなんかですか。いや、ちゃんとプライベートで来てるよ。それに、ね、君みたいな子も間違いに思えるけど。え、それはどういう意味ですか。誤解を恐れずに言うと、美人はこんなところ来ないと思ってたからね。一つ勉強になったよ。鏡さん、やっぱり取材で来てますね。どうだろうね。つかみどころがないな。ほんとだね。でも私この首痛いポーズみたいなの好き。首痛い、こういうやつですね。こういうやつ好き。こういうのとか。こんにちは。こんにちは。誰だ？甘いマスクの男の人。なんかもう全然思い出、思え、うん、スイーツ系男子。もうお腹いっぱい。あれ？君は？ちょっと変えていこう。もしかして僕のお店に来てくれたことあるよね。白金のパティスリーなんだけど。ああ、桜通り近くの。そうそう、あそこのオーナーシェフなんだ俺。オーナー、若いのにすごいですね。よく同僚とお邪魔してます。うん、知ってる。綺麗なお客さんは忘れないからね。なんか顔だけな気もするな。このそう言われるのは嬉しいけど言っても接客業だしね。だって綺麗なお客さんってじゃあ綺麗じゃなかったら覚えてないのかって。ああ、まあ、なりません。多分褒めてるんだよ、彼的には。あ、そうか、うん、褒め言葉のつもり。ここは向こうに合わせて乗っておくのがベターかな。ありがとうございます。お世辞でも嬉しいです。いや、お世辞なんかじゃないよ。お店で見た時も本当に君のこと可愛い人だなって思ってて。あ、そうだ、今度新作のケーキ食べに来てよ。今ちょうどコンテストに出すケーキ作ってる。来た、コンテストに出すケーキーこれ僕の連絡先、よかったら連絡してくれる。おー、営業っぽい感じかと思ったけど結構本気？君のためにケーキ作るよみたいな純粋そうな感じとか嫌いじゃないかも。た、ケーキ作るよ。はじめまして、室井邦夫です。外国か、大人っぽい。室井邦夫さん、職業国家公務員。ああ、お堅いのかしら。所属は外務省で、今は外務省で、国会対応などを担当しています。うわー、あー、国会出た、結婚したい職業ナンバーワンの公務員でも確か官僚って普通のクラスとエリートとあるんだよね。失礼
でですが、役職とか聞いてもいいですか？ガツガツ行くね。本当だね。この前3時間に昇官した、昇進したところかな。3時間ってひょっとしなくてもエリートの中のエリート。室井さんのような方も婚活パーティーに来られるんですね。本当だよ。普段は仕事仕事で出会いの機会もなくてね。気づいたらこの年まで独身で。そろそろ伴侶が欲しくなったんだけど、君はどうなのかな。え、次はぜひ二人きりで会いたいな。あ、はい、楽しみにしてます。やっぱり安定の公務員っていうか、このパーティーレベル高すぎ。確かに高スペックのイケメンがゴロゴロいるんですけど。お、やだ、かっこいい。え、サッカー選手の松木さん。シュートっていい名前だな。松木さんと目が合った瞬間にっこりと微笑み返してくれる。やばい、世界の松木さんが笑いかけてくれた。これどんなゲームで。いいよシワシワ、早く松木さんとお話しさせて。かわいそう、シワシワのこともっと良くしてあげて。こんな時に電話、しかも職場からだ。出られないって言ったのにそれでもかけてくるってことは、もしかして緊急事態。あの、よかったらカードを。ごめんなさい、会社から電話が入りまして、失礼します。おお、この人しつこそうだから一旦逃げよう。え、かわいそう。ああ、でも次は松木さんなのにもったいないけど仕方ない。私は携帯を片手に席を立ち、後ろ髪引かれる思いで会場を後にした。あら、結婚相手を親に紹介するまで残された時間は1ヶ月。うん、理想通りの完璧な人を探して参加した婚活パーティー、この10人の男たちとの出会いが私の運命を変えることになるなんて。この時はお見もしなかった。終了。出会いまでだ。なんかボリューミーでしたね、最初から。ボリューミーだったね。いや、男出すぎだし、もう最初の人覚えてないや。覚えてない。また出会って、あ、こういう人かって知っていくんでしょうね、だんだん。そうか。でも、なんとなく、うん、この人、なんか軽そうとか、嘘絶対ついてるなっていう人いっぱいいましたね。でもさ、そうやって疑ってかかると全員がそういう風に見えない？確かに。で、それぞれ、男性が出てきましたけれども、はい、まあそこからね、これから探していくという、うん、多分プロセスに入っていくんでしょうけれども、うん、はい。ということで、後日動画ではですね、はい、チャンネル登録を推奨しております。はい、皆さんぜひチャンネル登録してくださいね。お願いします。はい、ということで今日はここまで。じゃあ皆さん、また次回お会いしましょう。バイバーイ。先輩、うん、騙されないように、うん、いけますか。どうだろう。てか、騙される恋が好きだったじゃないですか。語弊がある。だって騙されてもいいって。うん、だって好きなんだもん。